シー運転手さんは僕も話聞いたことあるんですよ、うん、やっぱその階段集めるのになんかいろいろ持ってそうだなって思って、うんうん、僕北海道時代札幌に住んでた頃そのタクシーの運転手さんになんか怖い話ありますかって言ったら、はい、まあそのいやまあこれ1個僕が実際に体験したのはまあ1個2個ですねみたいな感じで、はい、それでもいいですよね。そうです、はい、別に霊感があるとかじゃなく確かに僕も結構運転手さん毎回聞くんですけど、はい、大体いやそんなないですねとか、はい、ほとんどそれなんでいや1個2個あるだけでも1個2個ですねって言われて、はい、言われたのがその、うん、あのまあすすきののメイン通りってこう大きな通りがあるんですよ、はいはい、でそこにまあタクシーがずらっと並んでて、はいはい、まあこう扉後ろ開けてて、はい、でしたらもうバーってなだれ込んできてでどこどこまでって言われたらバタンって閉めてそこ出発するみたいな感じで、はい、でもタクシーが一番よく止まってる通りがあるんですよ、はい、駅前通りってとこなんですけど、でそこにタクシー止めていつも通りその、まあ、もうすぐ終電も終わった頃だしタクシー使う人も多いんじゃないかなと思ってその扉開けて、待ってたらこう、まあ、あまり来なかったっていうんですよ、うん、であれ乗ってこないなと思って一瞬こう視線そらしてふって開けてこのバックミラー見たら女の人乗ってたっていうんですよ、うん、で あすみませんって気づかなかったですって言おうと思ったタイミングですいませんいいですかって酔っ払った男性2人がバーンってその女の人の上に乗っかるようにこうなだれ込んできてゴシャゴシャってなってあちょっとって言った時にえって言ったらもう女の人いなかったってのがあってあれだから一瞬の出来事だったので見間違いだったかもしれないけども確実に女の人がこの真ん中に座ってたのは見えたと。であすいませんって言おうとした瞬間に男の人がバーンってなだれ込んできたんで、はい、もうもみくちゃになって何がなったか分かんなくなったけどあれがもし見えたんだとしたらあれが一つに入りますみたいな、はい、でもう一個教えてくれたのが、はい、その自分は何か見えたわけじゃないです、自分が見えたのは白いもやだけです、うん、ですけど、まあ、札幌のとある区の方ですか、まあ、いろいろ何区何区ってあるんですけど、はい、とある区の方に帰る道で橋を一個渡って河川敷をこうずっと進むっていう道があるんですよ、はい、これタクシーで行ってそのどちらまでって何々って言われたらだいたいそこを通る道があるんですけども、うん、そこを通らないでも帰れるルートもあるんですよ、はい、でそこ行ってって言われたら行くけども大体の運転手その道指定されなかったら多分そこ迂回してるんですっていう一定の区間があるらしく、はあ、自分はそこ行った時に運転しててその区間走っててそれまでは全く大丈夫なんですけど途中真っ白でもう何にも見えないんですって窓が、えそのフロントガラスが真っ白になっちゃってその区間を抜けるまでもしも何かが出てきたら多分もう確実にぶつかっちゃったり引いちゃったりするぐらいもう視界が0センチまで見えなくなっちゃう区間があるらしく、突然もう突然なっちゃう区間があるらしくて、はいはい、あそこはどこの運転手に聞いてもあああそこねってなる区間らしくて、うん、だからそこを通りたくないから、はい、僕はそこ迂回するんですよって言われたことがあって、じゃあ普段も避けてると避けてるんで例えばその、はい、道順越してありますかって言った時に、はい、あないですって言われたらそこを避けるらしいんですけど、うん、あそこまっすぐ行って右折してとかもろもろ言われた時にそのルートが入ったら通らなきゃいけないんでその時は運転手さん曰く真っ白になってて何にも見えてないっていう区間があるらしいです、いやでもすごいですやっぱタクシーの方というかあるんですね。いやそうなんですよ。はあ。